together and be alright。 学内 IP テスト受け終わった人、お疲れ様でした。これから受ける人、ぜひ頑張ってください。来週の日曜日7月28日は公開テストがあります。公開テスト受ける人もぜひ頑張ってください。私も受けます。ちょうど 2,3 日前に受験票が届いて、私の会場は日本大学理工学部船橋キャンパスです。で、7月28日の午後7時から YouTube ライブでその日に行われた TOEIC 公開テストを振り返る番組を生配信します。私の TOEIC 講師仲間3人に参加してもらって4人でやります。もしよかったら見てください。私のブログに告知記事を書いたんで、そのリンクを貼っときますね。それから教務課から授業アンケートのお願いが来ています。7月23日火曜日が締め切りです。こちらぜひご協力ください。第14週のスタディログご提出ありがとうございます。全部目を通しています。今週は質問がなかったんで、今週の誇れること、反省点、目標宣言、頑張れのコーナーいきます。700点超えた、おめでとうございます。素晴らしい。これを励みにさらに上を目指して学習続けていってください。いよいよ来週なので、最後まで手を抜くことなく頑張ります。頑張れ。まとまった時間を取ることができなかった、頑張れ。課題やテストなどが多いと、勉強できる時とできない時で波が激しいので、自分で時間管理やタスクマネージメントができたら、授業や課題以外のプラスアルファのことができると思った。確かにそうですね。頑張れ。期末となり、他授業の課題が増えてきているため、 TOEIC 学習を後回しにしてしまったことを反省している、頑張れ。次の TOEIC 受験を決めたが、なかなかモチベーションが上がらない、頑張れ。睡眠時間が短い、計画通りに課題が終わらない、頑張れ。睡眠時間が短いと脳のパフォーマンスが落ちてしまうので、課題よりも睡眠を優先させることをお勧めします。単語学習、頑張れ。読むスピードが少し上がった、素晴らしい。反省点として、全く勉強をしなかったことです。6月のテストでは700点だったため、自分の予想よりも低いものでした。今週来週はもっとストイックに、隙間時間を有効に活用していきたいです。誇らしいこととして、6月のテストでリスニングの点数が比較的良かったことです。パート1では全問正解することができたので、このままリスニングは点数を落とさずにいきたいです。いいですね。その調子で頑張ってください。毎週英語に触れた、いいね。この動画は以上です。来週末もう一本返答動画を出して、それが今学期最後の動画になります。ではまた来週。